皆さんこんにちは、ラムコスポテです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は1月6日水曜日なんですけれども、水曜日といえばチラシの日、水曜日といえば島パトの日なんですけれども、なんと島村さんの方がプチプラのあやさんとテラさんの発売日をダブルでぶつけてきてはい、ダブルでぶつけて来られたので、もう行くしかないと思ってね、今日朝から島村に行ってきました。そちらの購入品をご紹介したいと思います。で、今日の島村の感じなんですけど、平日だけあって人はそんなに少なめだったんですよ。少なめだったんですけど、やっぱり買いに来た人の本気度がすごくてもう本当に大量に、テラさんとかは本当にかっさらっていく人がいたので、はい、気は抜けなかったです。はい、そんな争奪戦の中、ゲットしてきたものを紹介したいと思います。はい、まず1点目に購入したのがこちらです。じゃーん。はい、テラさんのボーダーティー、ボーダープルオーバーを購入しました。どっちが前、こっちが前、こんな感じで結構オーバーサイズのボーダーティーになっていて、私はネイビーを購入しました。商品名がテラボーダープルオーバー M サイズ、色が中青、お値段が1290円プラス税になります。はい、こんな感じで結構大きいプルオーバーで、前回こちら再販になるんですけど、前回は黒とベージュだったかな、出て、で色があんまり好みじゃなかったのと、だいぶオーバーサイズなので、その時はねスルーしたんですけれども、やっぱり SNS とかでね、いろんな人が着てるのを見て、やっぱり可愛いなと思って、はい、購入してきました。で、最初はねグレーがいいかなって思ってたんですけど、実際見たらやっぱりネイビーが一番しっくりきたので、最初にネイビー取ったらもう他の色はねサイズがなくなってたっていうのもあるんですけど、はい、ネイビーを購入しました。M サイズ着てみたらこんな感じで、めちゃくちゃ大きいですよ。本当に多分これ1枚で着たら寒いから、下にかなり防寒しないと、私みたいな寒がりの人は難しいかな、今の季節は難しいかなと思うんですけど、少し暖かくなってきたら可愛いかなと思います。で、裏は特に起毛とかにもなってない普通のトレーナー生地の、薄いトレーナー生地って感じですね。素材の方はポリエステル 75%、 レーヨン 25% ですね。うん、でもやっぱ かわいいかもしれない。私あんまりオーバーサイズ似合わないですけど、テラさんの着こなしとか見ていいなって、はい、思うのでね、少しでもね近づけるようにコーデとかで考えたいかなと思います。はい、2点目に購入したのがこちらです。じゃん。こちらのテラさんのまたトレーナープルオーバーです。こちらも再販になったもので、前から見たら無地なんですけど、後ろにこういうなんかおしゃれなね、なんか何かが貼り付けてあるはい、やつです。はい、こちらはね、前回発売日はスルーしたんですけど、じわじわ気になって次の日に見に行ったら、もう見事にすっからかんだったっていうやつなので、今回購入してみました。最初はボーダーティーのことで頭がいっぱいで忘れてたんですけど、他の人がこの黒一色と、あと白を2枚 3着持っているのを見て、はぁって思って売り場に行ったら、このグレーの M サイズだけ残ってたので、はぁと思って購入してきました。商品名がテラロゴ叩きつけプルオーバー M サイズ、淡い黒になります。お値段が1290円プラス税です。はい、もっとじっくり見たかったんですけど、白はちょっと見ることができなかったんですけど、うん、前回もこの色いいなと思ってたから良かったかなと思います。ここの何とも言えない紙が貼り付けてあるようなのがすごい可愛いです、はい、着てみたらこんな感じです。どうでしょう、さっきのボーダーほどは全然ブカブカではないですけど、
袖も結構たっぷり M サイズでたっぷりある感じ で後ろがこのような感じで、後ろから見たらめっちゃおしゃれな感じになるかなと思います。はい、一応淡い黒でグレーなんで、まあ、ペットの毛もそこまで目立たないと思いますし、袖もすごい長めで手はあったかいです。あと裏地は全然起毛とかじゃなくって普通の薄いトレーナーっていう感じなので、今の時期は私的には着れないんですけども、ちょっと間のシーズンとかに使えるかなと思いました。はい、なんか何気ないスウェットなのにテラさんのやつって可愛いですよね。しかも別にスカートとも全然合うしっていう感じで、やっぱ可愛い。はい、前回ね買えなかったので買えてよかったです。3点目に購入したのがこちらです。はい、こちらのプチプラのあやさんのワンピースになります。柄は薄い方を購入してきました。こちらは前は全部この下までボタンになっていて、ワンピースでも羽織でも着用できるかなと思います。で、素材は綿 51%、レーヨン 49% で、結構テロテロです。本当に。なんで今の時期に発売したんだろうっていうぐらい、テロテロです。どちらかというと春先から秋まで着れるかなっていう感じですね。こちら欲しかったので購入してきました。ちゃんと動画チェックしてなかったけど、ポケットもありますね。よかった。やっぱりあやさんのやつだからポケットは両方についてます。で、商品名が DF チェックワンピース M サイズ淡い肌色、お値段1790円プラス税になります。着てみたらこんな感じ。なんか綿だともっとパリッとしたりカジュアルな感じがすごい際立つんだけど、こちらレーヨン入ってるのでやっぱすごいテロッとした落ち感があって、なんだろう、着やすいです、すごい、はい、なのでカジュアルとかすごい似合わないけど、ちょっとカジュアルっぽいものが着たい人とかいいんじゃないかなと思います。はい、次に購入したのがこちらです。はい、こちらもあやさんの再販のペチパンツになります。前回黒買ってすごい良かったので探してたんですけど、もう完売しちゃったみたいで見つからなくて、今回再販となりました。こちらは裏が微起毛になっている、起毛になっているペチパンツで、結構あったかいんですよね。で、商品名が PA5 部起毛ペチパンツ M から L、 お色が中肌色、お値段690円プラス税です。はい、前回ねこちらの黒を買いました。ウエストのところがねこのようにレースになっているのでアウターに響かないのと、そしてこの裏がねちょっと微起毛になってるんですよね。こんな感じで暖かい素材、はい、で黒の方は愛用してるんですけど、黒だからいろんな下着類と一緒に置いとくとどれがどれかわからなくなるので、今回はこのベージュにしてみました。これはスカートの下に履いたり、あとはワイドパンツの下に履いたりするとあったかいです。そして基本的にはその下はユニクロのヒートテックニーハイソックスを履いて、このように防寒して過ごしていることが多いです。はい、もうこれは待ち望んだ再販だったのでめちゃくちゃ嬉しかったです。次に購入したのは今回発売のものじゃないんですけども、こちらです。こちらは PR ダブルケーブル JQ63 という商品で、 M サイズ中青、お値段が1290円が900円に値下がりしていたので買ってきました。こちらは前回、記憶が曖昧なんですけど前回かな、発売されたケーブル編みの、まあ、ワイドパンツですね。でなんかうろうろしてたらこちら安くなってたので、なんかテラさんとかあやさんの発売日ってめちゃくちゃテンションが上がってるじゃないですか。その勢いで購入してきました。ケーブル編みなんですけど、そんなにあったかそうじゃなかったのでどうしようかなと思ってたんですけど、はい、
春先でも履けるかなと思って購入してきました。裏はこんな感じになっていて、まあ、太ももあたりまで内コートがついているという感じです。そしてポケットなどはないですね。ポケットはないです。ウエストは前はこういう平らの平ゴムになっていて、後ろはギャザーゴムになっているので割と伸びるかなと思います。 M サイズ履いてみたらこんな感じです。160センチで M サイズ